じゃあ朝やろうかな。やった。13期間出るでしょうね。前田さんってみんな元気かな。2週目です。2週目。あ、いる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 。待て、ソラ、ムーラン。ムーランごめん、急いでるんだ。あいつを追いかけなくちゃ。私もつけてきたのよ。じゃあ一緒に。オネオネ。浮いた浮いた。大竹ロケットあんじゃん。大竹花火か。さあ謎の男がいるか。黒マントが見失っちゃったわね。うん、どうしてムーランは13期間を追ってるの。13期間さっきの黒いやつ。やっぱり最近都の噂になってたの。黒い服を着た男が山を調べてるって。やっと見つけて後をつけていたら山調べてるのはいいんやない。やられちゃった。ああ山調べてるのはいい。うん、ごめん。気にしないで。でもどこへ行ったのかしら。また上取られてんじゃないの。綺麗なお姉さん。あったあったあった。やっぱ上取られてる、上取られてる。またやばい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 。上取られたよ。ムーラン綺麗だよね。あっちからだ、ね、あ、おいお前、おそこそするな。謎の男を倒せ。回りすぎだ。え、これキーブレードさ。どっちよりもドライブとかしたらフォーミングしか使えるよね。倒した？倒した？全部ゲージ減ってなかったよね。逃げた。逃げられました。あいつまさか。ね、キーブレードがさ。そんなことって。あとあの攻撃ね。リク、ドシャーンの攻撃ね。リクだよね。あのキーブレードはリクですよね。リクさんですよね。無事でよかった。あいつは、ああ見失った。しっかりしろよ。これからどうする。ハートレスがいっぱいいるから退治しなくちゃね。一体何なの。眩しくない？ね、とりあえず一度山を降りない？わかった。奥開けようかな。さあ、リクらしき黒マントがいましたが、お、見て、ドラゴンが出た。絶対ボスやん。ボス来た。あ、また QR コードみたいな田んぼのとこにいた。シャンに知らせなくちゃ。シャン、何やってんだろう。あ、全然覚えてません。指アップ。違う。
あれ何も起こってない。宮殿か。よう誰おったか。また来たのか。悪いか。あんたたちなら歓迎さ。噂の黒い服き噂の黒い服着てないしな。そいつ見たの。宮殿に入っていったそうだ。そうですか。うん、そうですよ。上変換。マイナチンで半ズベ、半袖半ズボン入れない。牛うわやば。すごいぞ。全滅。嫌やな。めっちゃうわ。みんなでボールを。やばい。それはいかん。近く強い。ブルブルマル、ブルブルマル。おっしゃーい。危ねー。これもう4まで回復してる。ドライブ1回打って。ドライブ早いね。早く宮殿へ。大丈夫かな、アンさん、こんなんで。行きましょう。そろそろボールともちゃんと買おうか。そうだね、ちょっときついかも。ちょっとペラくなってきたね。ちょっとブンブン丸じゃ限界があるかも。このバスティオン行こっか、これ終わったら。うん、あんなね、技術が足りないっていうのはもちろんなんですけど。かわいい。みんななんでそんなカメレオンみたいに。なんでどうやってんのそれ。あ、ムーラン。届かんやろ。ナイス、頑張れムーラン。ドナルド神ピラなんで、あの早く復帰するようなアビリティをつけてます。待て、セーフ。リクじゃない。肉じゃない。右足上げたやつが来た。タイマンじゃないの。いない。逃げる。有酸期間とはやんない感じかな。どうなんだろう。レグノーバディを。オーケー、ぐるぐる回っております。縦回転。普通ありんやろ。すごかったよね、登り方ね。肉じゃなかったね。ごめん、ソラ。シャンが心配だったから、心配だから渡していくね。そっか、恋仲か。あ、悪い。行きましょう。あ、いないじゃん。するぞ。陛下、シャン、大変なの。私たち、とっても大きい怪物が山から都へ飛んでいくのを見たのよ。なるほど、あの若者が言った通りだな。これ、リクのことじゃない。なあ、シャン隊長。あ、はい。実は少し前に見知らぬ若者がここへやってきてな。シャンが務めを果たそうと戦ったが、あっさり負けてしまった。リクだから。うん、面目ない。あの若者が近頃都で噂の黒い服の男だったようだ。同じ黒い服着たら噂なるんやな。ねえ、リクって言ってませんでしたか。名乗りはしなかった。無礼なやつだ。無礼。やっぱりリクだ。リクは13期間なの。その人たちは、その人は何をしに。あ、揺れております。宝箱気になる。気
気になります。ちょっと見てくるわ。宝箱ムーラン。宝箱シャアは陛下を応にして、私は空たちが一緒だから大丈夫。ボス戦でですね。うん、うん、任せろ。ふむ、私は知っておるぞ。お前たちに任せておけば安心だとな。シャンじゃなくてな。シャンザコだもん。早く。じゃないかな。いるー。うわー。アートですや。飛んでらっしゃる。飛んでらっしゃる。おやーよい子だねひな。おあ、なんか覚えてますねこれ。覚えてますか。覚えてますね。乗るの。乗ったね。おーやー連れてかれてます。いきなり背中取っとくよ。しがみつく。ゲージ多いね。落ちちゃった。これいいよ。いや、これいける、これいける、これいけるよ。オーケー。よし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 、ありがとうございます。ヒロさん、ゲージ、ゲージ管理、ゲージ管理、ゲージ管理ありがとうございます。結構かかったな時間。ムーラン、あぁシャン、でっかいハート。大丈夫。やったやった、やりよかったね。花火が上がりました。大竹花火。大竹花火です、これが。あ、ヒロさんちょっと過去にいるかな。お前たちには世話になり同士だな。何か褒美を授けようと思うが、おお、願いはあるか。ここに来た黒い服のやつが何を言ったのか教えてください。それが願いとな。はい。この国には龍脈と呼ばれる力の流れがある。龍脈は大地と人に力を与え、さまざまな恵みの源となっているのだ。はい、その我らの龍脈が悪しき者たちの仕業でハートレスとかいう怪物になってしまった。あの若者は軍備を整え用心せよと私に警告するつもりだったらしい。つもり？そのつもりだったが事情が変わったと言っておった。ドタバタ3人組が来たようだから任せておけば安心だとな。やっぱりリクだったんだ。どうしてリクは十三機関なのかな。そんなこといいんだ。リクが元気だってことが分かったんだ。だからいいんだ。あ、そうだな。さてムーラ、お前の願いは？シャン隊長に、その…はっきり言いなさい。シャン隊長に休暇を与えください。お、休暇。なんとまあ、欲のない者たちだ。デートでも行くんか。しかし、休暇は認め。シャンが休んだら、誰が私を守るのだ。守れるか。その代わりにムーラ。ヒロさんお帰りなさい。お前を私の側近にしようではないか。え？
っと取り残されちゃいましたね。二人で私の力になってくれ。無理にとは言わぬ。ありがとうございます、陛下。かおり、オッケー、2周目クリア。